あ、まなさんの卒業公演行ってたの。いいな。ね、はるちゃんも見てたんですよ。ちょっと。ね、あの別も。すごかった。ね、あと。あれですね。あれ。アセトリもすごく良くて、あとお手紙も感動しました、ね、机壊れるこれやば、今カンって。こんばんは、はるちゃんの生写真、あ、違う、はるちゃんの生誕祭の写真か、買ってきたよって、あ、ありがとう、ね、今机壊れそうになったのかな、何も今日ちょっと可愛くしたいのでアイライン塗るあ、メイクした、メイクした感じ、ね、はーちゃん可愛いってありがとう、嬉しい、ずっと応援していたので心に穴開いて放心状態ですって、え、だよね、そうだよね、はるちゃんもさ、よくあのまなさんにさ、あのダンスとか立ち位置とか教えてもらってて、ね、すごい悲しいです今。かわちぃ、ありがとう、こんばんは、かわいこ発見ありがとう、こんばんは、やっほー、卒業公演から帰ってきました、お、おかえりなさい、ね、すごいドレスも綺麗で、うん、ね、お綺麗でした、こんばんは、可愛い子発見ありがとうね、やっほー、ブザビットありがとうね、めっちゃめっちゃ今なんか通知来るんだけど何これね、はるちゃん人気者かもしれん、生誕祭記念生写真3種ゲットしましたって、お、いいね、はるちゃんのママもあのゲットしたいって騒いでた可愛い子発見ありがとう、やっほー、チュンですね、今日はですね、今日はあのこんな髪ボサボサな状態であの買い物行ってたね、あのちょっとスーパーに行ったりしてた、あとタコ、タコパ、それペコパ、ごめん間違え、ごめんね、ごめんちょっとボケたくなっちゃった、買い忘れあります、ありましたね、あったあったね、そうあったあった、かわいいちゃんってありがとう、うざびってありがとう、やっほー、
面白かった？ありがとうね。やっぱ嬉しいですね。なんか面白いって言っていただくのは。可愛くて美人で最高、ありがとう。え、滑ってた？やだ。ねえ。可愛く拝見ありがとうね。休日出勤から帰ってきたら DMM の年賀状届いてたって。あ、休日出勤お疲れ様です。年賀状、あ、良かったです、ありがとう。とても嬉しいですね。可愛くて美人で最高、ありがとうね。こんばんは、うざびた、ありがとうね。デコ出しちゃんです。はるちゃん最近はデコ出しですね。メイクしてないから全然なんか出しちゃう。最近出すのハマってます。こんばんはです。待ち受け画像はるちゃんですか？ありがとうね。こんばんは。こんばんは。可愛い子発見ありがとう。年賀状の情報を全く知らなくて泣いたって。あ、そうなの？でもはるちゃんもね知らなくてね、そう、そうなんですね。はるちゃんも DMM 入ってるから年賀状欲しかったな。それはダメか。私はるちゃんダメかね、1メンバーに1枚だった気がする。ワンちゃん当たるかな、南川あるかな。ワンちゃんね、ちょっと誰かの狙えばよかったなって。かわいいよちんちゃんって、ありがとう。ブザビートありがとうね。1月の個別生写真も買わなきゃだって。ありがとうね。ね、スノボ、持ってるやつね。あれなんか、はるちゃん、スノボの、ポスターいけるんじゃないかぐらいのさ、なんかすごい写真があって、あ、ごめん、冗談、そこまでは冗談なんですけど、なんか今までで一番可愛い生写真があって、お気に入りです。あれぜひ皆さんゲットしてみてください。面白いって言われるのと可愛いって言われるのと楽しいですって言われるのどれが一番嬉しいチュンって。全部嬉しいよ。楽しかな。え、でも全然ね、全然何でも嬉しいな。好きですって言われるのも、何番目に好きですも、まあ好きでいてくれるなら嬉しい。こんばんは、ね、こんばんはです。自分のはね全然欲しくないですね。だって自分が書いた年賀状自分で持っとくことになるだけじゃん。可愛く発見ありがとう。はい、ちょっとスノボはできないね。スケボーとかはできる。こんばんは。
スケボーとかアイススケートとかならできるけど、スノボとかスキーとかはやったことないんだよね。雪の上で何かをするみたいな。だからやってみたいですね。あれならできる、Jボードとか、あのタイヤがついてるやつとかはやったことあるんだよね。タイヤついてないやつはまだやったことなくて、ちょっと今度メンバーと一緒に行けたらいいなって思ってます誘いますね。スモとかも誘って、 ありがとうございます。全部雪のせいだあの写真とスノボに行くしかって、ぜひぜひ連れてってください。はるちゃん行ったことないんだよね。ね、こんばんは。たおしかい。そう、こんばんは。たおしの定義って何かなって思う時があるって、確かに。ね。かわちいのあったでしょ。だよね。ポチったの。ありがとう。嬉しいですね。ね、かわちい。はるちゃんもかわちいって自分で思えた。なんか私じゃないんじゃないかって疑った。でもさ、他のね、このね写真見てたりするんですけど、毎回見てるんだけど、なんかみんなも可愛くてさ、なんかその可愛い中に入れてなんかすごい嬉しい。ね。ちょっと自信を持つね。うざびとありがとうね。こんばんは。あ、ポキちゃんの年賀状当たったの。おめでとう、おめでとうございます。うざびとありがとうね。スケボーもスノボーも似たような動きするの。ああ、じゃあ意外と慣れるの早いかもしれない。でもさ、なんかそういうのってさ、若いうちに行かないとさ、なんか大人になってから行くと恐怖心が芽生えて、なんか滑れないみたいなことを聞いたので、なんかね、はるちゃんね、早く行かないといけないなって思ったんですよね。そうだから早く行きたいんだよね。こんばんは。あ、スキーもないの。なんか私のあの友達がね、なんか宿泊学習、なんか学校、あの小学校の時に新潟でスキーやったとか言ってたんですけどね。そう、私はね、あの違う学校であれなんですよ。あのどこ行ったんだっけ、私どこ行った、あ、富士山行ったのか。そうだからね、違くてスキーもやってみたい。友達はスキーやってるんだけど、はるちゃんはやったことないのよ。うざびとありがとう。運動神経いいからすぐターンできそうって。ターンですか。絶対無理だと思う。ちょっと行ってみたいな。スイズのなっちゃん誘うか。あの多分あのスキーをやったことある人と行ったら、多分レベル高いことをあのやってって言われそうだから、あのねスキーをやったことなさそうな千葉出身だから、どうだろう、なっちゃんあるかな、ちょっとね。そうだから一緒にあの頑張ろうって声かけら、あの声かけれるね、なっちゃんを誘う。こんばんは。可愛くて美人で最高、ありがとうね。発売用の生写真はスタッフさんが選んでくださってます。そう、チュンコかわちいよって、ありがとう、嬉しい。こんばんは、
ハイチュのこと好きよってありがとう。スノボ23歳から始めたの？え、すごい。それで、それあ、じゃあ私もまだまだいけるってことかな。怖いもの知らずで、これは何だろう、何、高い高い、ね、何だろうこれ、何だろう、ね、ジャンプ台に分かんない、怖い怖い、でかい、あ、でかいジャンプ台に突っ込んで、分かんない分かんない、行って死んじゃうかと思ったって。あ、マジ、え、やだね。はるちゃんもさ、怖いもの知らずなんだよね。ちょっと、うん、はるちゃんね、しかも高所恐怖症もあるんですよ。そう、意外とね、ちょっと怖いものあって、だから分かんない、できるか分かんないんですよ。でも恐怖心をなくしたらいけそうな気がしない？え、リフトとか分かんない、乗ったことないから分からない。え、どうだろう。でもはるちゃん高いところで揺れるのが苦手。うん、あ、はるちゃんね、そう、林間学校、そうそう、富士山ね、なんか登る予定だったんですけど、なんかはるちゃんが行った日にちがなんか富士山強風で、なんかあの、なんか不可能っていうか、あ、頂上までじゃない、山頂まで登るんじゃなくて、なんか途中まで登るはずだったんですけど、なんかね、風が強くて危ないからってなって、なんか車で行って、5号ぐらいかな、どこら辺かな、車で行って、でご飯屋さんでご飯食べて、それで帰るだけになっちゃったんだよね。なんか強風だったらしくて、なんかダメですみたいになっちゃって、そう、天気が悪かったみたい。かわいく発見ありがとう。花江ちゃんスキーやったことなさそう？じゃあ花江も連れて行く？でもみんなで行きたいね、スキーね。ね、誰がやったことないんだろう、どうだろう、スキー教えてもらいたい。教えてもらいたい。こんばんは。俺も滑れるようになりたいけど、なりたいな、話とか滑りたくないけどって。私も話はちょっと滑りたくない。花江ちゃんスキーうまそうだよね、確かに。スケボーを始めたアイドルもいるからね、確かにね。レイニャーさんすごい。はっちゃんもさ、なんかやってみたいな。こんばんは。リフト乗れるかね。リフト、え、どう、え、なんか、え、落ちますか、え、なんか安全バーとかあるんですか、あれってね。あるなら、まあ、はるちゃん観覧車行けるようになったんですよ。乗れる観覧車、乗れるんですよ、乗れるようになった。だからちょっと安全バーとかそういうのがあれば、まあいけるかなみたいなね。リフトどんな感じなんだろう。スキーの授業ないですね、私千葉だからね。そう、富士急のジェットコースター乗ったことある、あるある。スキー一級持ってるけど、もう30年前やって、え、ね、え、一級とかってどういう感じなんですか、スキーの。
ばんは。めっちゃ早起きしていくイメージだからそれが辛いって。あ、確かに確かに早起き無理かもしれん。まあ行きたいね。こんばんは。自前のスキー欲しいなって数年前からずっと思ってるけど未だに手が出ないって。スキーできるの？すごいかっこいいね。確か、あでもそっか、ね、スキーできそうなとこ。あリフト着地のタイミングで難しそう。なんかね、そうだよね。確かに。こんばんは。安全バーある？あるやつとないやつあんの？え、ないやつだったらはるちゃん無理だな。あるやつだったらまあまあまあみたいな感じ。最近スキー場いろいろ楽しい、楽しめるし美味しいグルメいっぱいある。え、じゃあちょっとグルメ目当てで行こうかな。え、誰か連れてってくれないかな。ね、それかはるちゃんが車の免許取る。簡単簡単に言ってる今。違うね、はるちゃんね本当にね身分証明書がなくてちょっと困ってるんですよ、ね、ね、あいちゃんに連れてってもらうかね。アレチュンに連れてってもらおう。アレチュン運転してくれそう、ね、メンバーも連れてってって、ね、ジェットコースターの高さは大丈夫ですハレチュンね。あの安全バーがあの信じてるんで。ジェットコースター好きですね。高所恐怖症だけど。南海一家スキーわかんない。ね。なんか他の家族が、え、なんかパパとママはスキーやったことあるとは聞いたことあるんだけど、姉ちゃんがなさそう。あ、ママちゃん行けるらしい。すごい。こんばんちゅんです。可愛く拝見ありがとう。地元に腐るほどスキー場あるから一緒にいかがって。え、スキー場いいね。はるちゃんも行ってみたい。え、スキー場ってどんな感じなの？え、そんなあるの？いっぱい。え、スキー場、え、あるの？すごい、ね、スポーツ全部ダメ？本当？はるちゃん、はるちゃんね、あれですね、スポーツはなんかできますね。こんばんは。スキーできないけどスノボーならできるって。え、なんかスノボーの方が難しそうだけど、え、すごいな。リフトから降りられないと回転寿司みたいになるよって。あ、ずっと回ってるだけこれ。やばい、ね、確かに。マイナンバーね、マイナンバーね、作ろう作ろうって思っててもさ、なんかね、まだ作らないんですよね。ね、ちょっとなんか市役所に行くのが、市役所ってですかに行くのがちょっとめんどくさくて。作らない。可愛く発見ありがとう。いや、あの免許取りに行ってないです。全然はるちゃんはあのまだあの姉ちゃんかパパちゃんの隣であののんびり車乗ってるだけ。新潟県民の方スキー上手なんですか皆さん。
滑り終わった後のポッポ焼きがうまいって。おお、食べたい。ムザビートありがとう。カイコ発見ありがとう。ジェットコースターのバーくらい信じてもらえるオタクになりたいってでも信じてますよ皆さんのこと全然ね。何もね、そのぐらい信じてます全然、うん、おもろい今めっちゃ面白いショーのリフト安全板なかったの？怖いねそれ。え、こんばんは。ああ技能テストなの？ね、やだね。冬県外ナンバーしかおらんスキー場。でもハルちゃんも長野か行きたいね。両親は千葉のザウス、あれそこですよね、あの船橋だっけ、どこだっけ、なんかスキー場だっけ、スキー場なんかあったらしいですね。なんか人工雪なんとかみたいなね、あの行ったことあるって聞いた覚えある、昔ね。ね、はるちゃんスポーツ少女だと嬉しいんですよね。かっけえ、ありがとう、こんばんは。マイナンバーカード、マイナンバーカード作ったら負けなんですかこれ。マイナンバーカード机の上に転がってるって、どっちがいいんだろう、マイナンバーカードと免許。なんか車の免許をね欲しいなって思ってたんですよ。そうだから勉強して取ろうか、それともあの一生あのパパチュンと姉チュンの助手席に座ってのんびりしてた方がいいのかね、迷ってたんですよめっちゃ迷ってる。はるちゃんこんばんは、ブザビタありがとう。それ借りてファミリーゲレンデで遊ぶのもいいかとって。ソリね、ソリ、ソリ借りれるの？待って、はるちゃんもっと行きたいスキー場、いいね。こんばんは、あ元気です、多分めっちゃ元気。スキーのリフト免許を取らないとって、スキーのリフト免許とかあるんですか？ん、全然知らなかった。コーヒーこんばんちゃんです。スノボして崖から落ちそうになったことあるがって、怖い、なんだそれ。可愛くて美人で最高ありがとう。みんなし、こんばんは、可愛く発見ありがとう。あ、南船橋だっけ、あ、そっか。今のイケアのあたりかなって。あーちゃんちょっとわからないかも、どこだどこだどこだ船橋、あ、南船橋のイケア。イケア。あ、ここなのね。ここ？あ、本当に駅近じゃん。バブリーなスキー場だったの。ブザビートありがとう。こんばんは。劇場から帰ってきましたって、おかえり。はやちゃんソリはね全然ね、あの滑ったことないけど、まあ好きですね多分ね。
劇場入る時の身分証マイナンバーなの？じゃあ両方必要だね。じゃあ、ね、確かに免許取ればどこでも行けちゃいそう。こんばんは。ゲレンデ駆け上がれば無料ね、ちょっと行きたくなっちゃった。ちょっと誰かに連れてってもらいたい。あれちゃん、津田沼にもスキー場あったの？え、千葉ってスキー場あるんだ。あったのか、ね、こんばんは。みんな来てくれてありがとう。おかえり、劇場から帰ってきたのね。南川って、南川って言うなって。可愛い子発見ありがとう。ね、確かに新潟にいるなら確かに。はるちゃん積雪の上歩けますよ多分。歩けると思うよ。うん、イケアになったんだ。あ、ね、千葉ジェッツの本拠地ね作ってるね。確かにその情報知ってた。スキー場行ったら初心者の講習やってるの？参加して覚えるのが早いかも。行きたいですねそれ。私をスキーに連れてってっていう映画ですか？なんだろう、なんか聞いたことあるんですよ。なんか私を、あ、これか、なんだろう、アイドル証明書って何ですかね。聞いたことあるけど見たことないかもしれない。おお、なんかすごいなんか複雑な関係のなんか相関図が出てきたね今なんか調べたら相関図出てきた。雪にダイブしたことあるよ、はるちゃん。ね、それは、あるちゃん。確かに。明日、あ、そっか。ニコ生ですよね、明日。4期の。はるちゃん、変装して出れるの？ね、家で見てるよ。なんだっけ、自動車学校なんだっけ。なんか最近車学車学って聞きすぎてさ、千葉のさあれが分からなくなっちゃった。なんだっけ千葉なんだっけ、関東なんだっけ、あれ。あ、教習所だった。あ、やばい、教習所忘れちゃったよ、ね、最近社学っていう言葉を聞きすぎて。
ダーさん、原田智代さんですか、これ。こんばんは、来てくれてありがとう。自社校っていうところもあるの？なんかはるちゃんの携帯なんか充電できないんだけど、この充電器壊れてる？今困ってるね。ルアシ公園ね、出てたね、応援してた。やっぱり新潟に馴染んだんだねちょ、そうかもしれない、馴染んじゃった。そうね、教習所って言われるまで全然分かんなかった。スノボ初心者で上級者コース行って止まれずに落ちそうになったのよって。え、大丈夫だった？それ上級者コースとかあるんだね。あ、じゃあはるちゃん行けそうだね。ね、行けそう。あのそういう初心者コースとかあるなら。こんばんは。ね、いやはるちゃん千葉の子ですよ全然ね。地元千葉だもんね。新潟の子でも千葉の子でもある。可愛い子発見ありがとう。こんばんは。可愛い子発見ありがとうね。めっ顔写真付きの NGT ホテルの社員証ですか？なんだろうそれは。そんなの他のグループあるの？だけさを自然に言えるようになるまであと少しって。だけさ、だけさね、頑張ります。ちょっと方言も覚えたよね、言えるようになりたい。なんだかいけそうな気がする。あ、大丈夫だったからチュンに会えてるって。確かにそうだね。あると思います。はるちゃんね、スキーダメだったら海嫌だ。海はるちゃん見ることは好きなんですけど、泳ぐのちょっと無理だね、怖い。なんかそう、あの海嫌いになった理由がありまして、実はあの中学校の時に海で泳いでたんですよ。もうスイスイって泳いでて、でなんかまずあの砂浜、あの砂がつくのが嫌だっていうのがあって、あと肌が弱くてちょっとね、あのちょっとピリピリってね、ヒリヒリするところも嫌で、塩だから、あの塩があって、それであともう一つあって、なんか崖みたいな、なんか岩、そう岩みたいなところに足をガッてやって、なんか血だらけになったんですよ足がね。それで海嫌いそうその一瞬でも嫌いになっちゃった。見ることは本当に好きです。あと足だけ入るのはまあ別にいいみたいな、水着で泳ぐのがちょっと嫌だね。足怪我したからちょっと怖い今、ね、じゃあ泳いでて、そう
泳いでて太ももとかなんかいろんなところ怪我したんですよ。ね、崖みたいな岩で。岩かな、なんかわかんないけどなんかあったみたいで。そう、それトラウマですね。そうですね結構がっつりいっちゃった。そうなんですよ。だから海がちょっと見るのは大好き。いや浮き輪、浮き輪ですかね。どうだろうね、ちょっと怖いですね浮き輪あっても。うん、あでも助けてくれるならみんなが助けてくれるなら、まあ別にまあ行こうと思えば行けるんですけど そうなんですよ。はやちゃんちょっと意外と怪我しちゃうのでね、危ないんですよその後ねすぐ帰ってないですね全然。あの家族遊んでてはるちゃんはあの寝っ転がってた砂浜でね、あの砂浜で寝っ転がって、あのそうこうバーってね、そう寝っ転がってた。ね、砂めっちゃついたよ。あでも大丈夫、あのね、でもなんかちょっと寝転がりたくて。あとあれがあった、あのレジャーシートも敷いてくれて、だからね大丈夫だった。そうだからちょっとね海はねちょっと今恐怖なんですよ。なんかでも今だったらいけそうじゃない、なんかえ分かんないあバーベキューしたことあります、全然あるあるある。え海でかな、え分かんない、えどこでバーベキューか分かんない、えどこだろう、ね、ライフガードの資格ですか、えすごい、いやみんな守ってくれるのありがとう、ありがとう、嬉しいな。じゃあはるちゃん海泳げそう。砂浜で砂のお城ですか、うーん、あーあるね、ありますね、あるあるあるね。でもねそれね多分幼稚園ぐらいの時かな、なんかちっちゃいねあのお城作って喜んでた、ね、そう、うずびたありがとうね、ありがとう。闇鍋したことないね、なんだかいけそうな気がするっていけそうな気がする。はるちゃん日焼けする方だよ全然。だってはるちゃんね日焼けする方なんだけど日焼け止め塗らなくて、そう日焼けする方。でも最近日焼けしなくなってきてるけど、なんかまあみたいな感じね、潜ることにも恐怖心あるかもしれない。えなんかクラゲいるのがちょっと怖いかもしれない。え分からん、えどうだろう、なんかクラゲに刺されたとかなんか聞くと怖いから、怖くなっちゃってそういう話聞いてるとね怖いですね。スキー場も海を守りますって、えありがとうございます、ね、クラゲ痛いの、え
え、クラゲに刺されたことある方っているんだやっぱり。え、みんなはみんなどうですか。え、みんな、え、他の皆さんはどうですか。お盆過ぎたらか、え、クラゲ率上がるの。え、じゃあその前に行く。そうなんだ。はるちゃん海洋水浴、え、千葉の海行ったことあったっけ。え、待って、ごめんね、はるちゃんさ、はるちゃんさ、あの海どこ行くのかわからないんだよね。あのはるちゃんは車で寝転がってるだけだから、どこの海に行くのかわからないな。ね、南人もはるちゃん今までどこの海行ったことあるんだろう、ね、うさぎは怖くないね、大丈夫。可愛くて美人で最高、ありがとうね。お盆過ぎたら怖いね。じゃあなんか知らないんだ、どこ、え、どこだろう。なんかいっぱい行ったことあるらしい。海意識したことなかったかも。あ、でもクラゲ腫れるの、これ刺されたら。何度も刺されてる方いる。え、なんかいっぱいいた、クラゲ刺されてる方。小さい時知らずに触ってたことあるよって。え、大丈夫。え、待って、はるちゃんはどこだろうね。ちょっと待って、なんか森や、どこだそこ。も、え、どこだ。勝浦、九十九里。え、なんかいろんなところ行ったことあるかも。え、わかんない、どこなんだろうこれ。はるちゃん聞いてもわからないわ待って、どこそこ、ね、どこだそこは。ね、ちょっと千葉くんのここですって教えてほしい、家族に。どこですかこれ。ね、あ、めっちゃ千葉の子、17年間千葉に住んでた。マジマジマジ、これはガチですね。でも千葉、ね、どこですかこれ。え、最後に泳いだの、最後に泳いだのは福井の海です待ってこれ、え、待って、わかんないね。最後に泳いだの多分福井の海なんだけど、ね、ね、だから中1中2あたりじゃない。中 1? あ、おじいちゃん、あ、そう、あのおじいちゃん家が福井です。そう、え、福井じゃなかった、福井どこだっけ。ね、多分福井、え、覚えてない、え、どこ、あ、そう、その時が岩なのかな。
確かその時がイバにやられた気がする、ね、そう、ね、そう、え、千葉県の県庁所在地って千葉じゃないの？富山と石川と福井の形を覚えてるよ全然。え、でもなんかこれがこれがこれが富山でしょ。え、わかるでしょ、なんか富山富山もうこういうもう手じゃん、もう手つくこのさ石川この石川あのこう石川でしょ、で福井があのこうなっててあのこうもう分かんもう手じゃ分かんないあの手じゃ違う手じゃ説明できない、待って紙もないなねなんかあのなんかこういうやつこういうもう無理だね、もう分かってくれた、これ富山の富山感すごくない、なんかこういうじゃあこれ伝わってくれ伝わってくれ、じゃあスクショタイムじゃないね、そうですね、難しいな説明がちょっと、うん、そう、はちゅんはあの都道府県の形全部わかるから、ちょっと他の県も言われたら多分わかるね、説明はできないね、どこにどこあるかもわかる、新潟富山でここに石川で、そのところの近くに福井ですね。ね、なんかちょっと金魚じゃないな、金魚は静岡か、え、なんだろうあれって、なんだろう、なんかおたまじゃくしみたいな、なんていうんだろう、何の形なんだろうあれは、ね、なんだろうなんだろう、カエルじゃないよ全然、カエルは、都道府県、そう、全然バカにしてない本当に、え、カエルなのあれって、あれカエルの、あ、カエルの形してんの、あとなんだろうね、あ、新潟、え、何、新潟の形ですか、いや新潟、もう全部同じ形になっちゃう、新潟ここに佐渡さもうダメだね、紙に書かないと、新潟もう全部同じ形になっちゃって、じゃあ、ね、形が一番いびつなの？いびつなのか。なんだろう。え、鹿児島じゃない？え、どうだろう。え、鹿児島なのかな？いや、あ、わかった。長崎だ。長崎が絶対無理。はるちゃん一人じゃ作れない気がする。どうだろう、全部富山に見える、待って、ま、え、ガチで作ってるんだけどな、ね、ちょっと助けてほしい、あ、千葉県こんな感じ千葉県、もう千葉県もう分かってくれ、あ、こんな感じ、こんなあ、ちょっといけ、なんかまあなんか
か分かって、ま、なんか分かってください長崎はちょっとあのこうなんかこう絶対こうなんかもう作れないね、どうしよう、誰か助けてくれ、うん、えマジでどの剣も大体形わかります、ガチで。これは本当にガチなんですよ。はーちゃん、そう、あはーちゃんね、そう占いでねよく言われるんですよ、地頭いいって地頭いいですって。でも自分の興味があることしかやらないみたいな、からなんかバカというかなんか知識がないですみたいな、そうなんです、よく言われちゃうんです、なんかありがとうございますって青森ね、もう全部なんかあの青森もうどうやって作ればいいんだろう、なんかさどうやって作る、青森もうなんか沖縄でも島いっぱいあるやん、もうダメやん、ここね、ね無理、ね、愛知の形かわいいよね、確かにね、新潟と石川と沖縄同じになっちゃう、確かに、ね、そうチリね、チリ大好きなんです私ね、だからチリはめっちゃ得意かも、好きな形か、好きな形か、でも私あれかも、静岡かもしれない、なんかあの金魚の形マジかわいい、なんか見た目がまずかわいい、確かに県の境目って誰が決めたんだろうね、確かに伊能忠敬さんですか、違うかな、なんだろうね、どなたが決めたんですか、忠敬先輩ですか、決めた、どなた、はーちゃんそういうのじゃないんだ、はーちゃんは地図が好きなんですよね、ね、地図だけ地図だけです、はーちゃんは、でも方向音痴なんです、ね、都道府県の形はわかんない、こう都道府県の形は地図帳を見るのが好きで、あの授業中にあの他の授業を聞かずに地図帳をずっと見てたんですよ、だからこうあみたいな、ここが北海道みたいなね、形もなんかよく覚えてたね、そうですね、だからね、だからあでもノートちゃんと取ってたから成績はね良かった、あの成績は良かったです、うん、でも地図帳を見てた、あの教科書は開かずね、そう、でも漢字は無理なので、世界も意外といける気がする、なんか形まあ千葉川で区切られてて分かりやすいようになって、そうなんですか、
そういう周り？周り？どこだろう。あ、千葉の中でっていうこと？確かに。あ、そういうことか。あ、そういうことか。県境、あ、そこの境目のことか。こんばんは。いや、他の授業の時ちゃんと聞いてる。なんだろう、あの地理の時間の時だけあの地図帳を見てたっていうこと。あの他の授業はちゃんと聞いてます、ね、あの数学と地理だけ極めてた、ね、他の授業はあんまり好きじゃなかった、ね、こんばんは、ね、イタリア、イタリアはですね、どんな感じだっけ、なんかイタリアなんだろう、あのさ、どん、あのさ、あそこだよね、あそこドイツら辺のところだよね。イタリアどんな形してた、ね、むず、ね、手無理かも、もうダメだ、ハチもハチ終了です。イタリアンブーツの形してんの？もう、なんでみんな知ってんの？こん、ね、すごっ、ね、イタリアンか。ハルチュンはインドとかの形しか覚えてないかも。インドとかチリとか、チリ違うな、 あれか、ね、オーストラリアはなんかなんだろう、あれでしょ、あのもう全部同じ形になっちゃってるもん。ハーチュン、イタリアの形だけ見たい。絶対これ長靴じゃないってこれ、ね、外国行ったことないです、全然日本から出たことない。これ長靴なの本当に、これどこがかな、これブーツ、どこから見てるこれ、ハルチュン的に、どこ、どれだ、長、これブーツなのこれ、わかんないな、ハルチュン的に逆 L ですね。これ反転したら L に見える、あ、そういうこと、どこだ、あ、ここ、あ、ここ、あ、こういうこと、こういうことか、あ、つま先と、あ、ここ、これか、ここか、うん、なるほど、すごっ、あ、これか、ね、わかったわかった、ここだった、ね、もう10時8分だ、もうすぐ終わる時間だ、うん、ハルチュンは一番詳しいの多分マダガスカルかもしれない、ね、まだ助かる、
明日何時になりそうかですか。でも明日さ、明日4期のあれあるじゃん、ね、それってあれですか、あれは何時までかわかる、ニコ生さん。あ、そう、マダガスカルが詳しいのはあのゴージャスさんのネタです。まだ助かるって、こういう形わかんない、あれが何時までかわからないんですよね。いや避けます、全然避けるけど、そう、ちょっとまだ時間がわからない、ちょっと聞いてみよう、ね、確かに21時前には終わりそうだね。朝かな、朝か昼じゃないですか。夜は分からない、ちょっと明日のスケジュールを見て決める、なんか顔は赤くなっちゃってる、暑いかも、ほてってる。今日のメールまでに分かりそうかもしれない、ちょっと調べてみます。はるちゃんの携帯がもう 3% しかない、携帯が開けない、充電器壊れてるらしい、これだから使えない、うん、はるちゃん、でも司会いるからね、出れないね明日はね、大塚さんとね、かいりさん、昼だったら12時くらいだと思う。え、明日って、あ、そう、明日も新潟市でバスケです。そう、え、明日ってなんだっけ、明日スケジュールなんかあったっけ、明日って何曜日だっけ、日曜、ね、あ、待って、もう 2% だ、もう開けない、ダメだ、日曜か、ちょっとあれですね、あの NGT の公式のスケジュール見て考えるから、ちょっと待っててね、今決めれそうにない。あれ、ニコ生だけだっけ、本当、待って、ちょっとできる時間探してみる。え、え、ガタチューブある？じゃあちょっと時間を調べてやります。ちょっと後で報告する。イニシちゃんは出ない、4期混ざって出ません私は。ということでランキング読みます。イニシちゃん落ちちゃった。13位からいきます。13位南川ボンドマチュンチュンチュン、ありがとうございます。12位ノムさんのマチュン、ありがとうございます。11位ヨシチュン、ありがとうございます。10位リエちゃんズチュン、ありがとうございます。9位トモジーシャリゾーチュン、ありがとうございます。8位ビールバラチュン、ありがとうございます。7位チッチのマチュン、ありがとうございます。6位特上カルビチュン、ありがとうございます。5位チーボーチュン、ありがとうございます。4位坂井のマシイチちゃん、ありがとうございます。3位ケンジちゃん、ありがとうございます。2位サリョちゃん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルトムちゃんです、ありがとうございます。確かにカイリさんとナナミさん MC って珍しいかもしれない、ね、また来てね皆さん、ありがとう、また会いまちゅんって、ありがとうね、今日も一日お疲れ様、みんなありがとう、来てくれて、またねみんな、ありがとうね、おやちゃむです、またね、ありがとう、バイバイ、おやすみちゅん、またね、ありがとうね、また来てね、バイバイ。